はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、見て見て、ここまた松田さんにね、またまたお邪魔します。いや、どうもありがとうございます。本当皆さんどうもありがとうございます。今日はね、ほら見て、奥にある CX8、ね、あれをね、ちょっと3台見れるんで、見ていきますね。CX8、改良モデル、モデル、モデル。こちらがね、グランドジャーニーですよ。グランドジャーニーね、あのいい色してるよね、君、いい色してるよそしてこれスポーツアピアランスね、あのやっぱね、売れ筋これやっぱ皆さんね、スポーアピ買っていくみたいです。でこっちがね、エクスクルーシブです。エクスイで、いや見てこの3台、今日はねちょっと短い時間でちょっといろいろレビューしていくんですけど、やっぱねこの辺あのいいと思うんですが、私のねやっぱね一番これですよ。特別使用車グランドジャーニー CX8 です。いやーこれね 4WD なんですよ、お父さん。やっぱねちょっと大きい SUV 欲しいですよねいや私も欲しいね。このリアのテールランプね、 CX5 みたいになりましたよね。リアかっこよくなってるね。ほらすごい水平基調なんですね。この3本のラインが横にシャッといってて、より精悍なデザインになった。ちゃんとマフラー出てますよありがとうございます。ちなみにね、あの全長は 4925mm、全幅は 1845mm、 そして全高は 1730mm ですね。スカイアクティブディーゼル 2.2L ということで、最大出力は200馬力、最大トルクは 450N ありますね。いやこいつは走るぜ。でお値段が、この特別使用車、グランドジャーニーで4578,200円ですね。でやっぱね、あのキャンプとか行くのに、あのルーフレールやっぱ欲しいですよね。このタイプはあの最初からついてるということなんですよね。このルーフレールもねすごいデザインされてて、なんかねあのボディと一体のような、なんか美しいデザインですよね。いやこのブロックメッシュグリルよね、今回ほらこれ新しくなりました。ちょっとグリルのねデザインが変わりましたよね。結構ねほら見て立体的なんよね。なんか網なんですけど、こう平坦じゃないっていうね感じなんですよ。あとせっかくね3台あるんで、こうグリルを見ていきましょう。グリルを見る回です。ほらスポアピ、ほらだいぶ違うよな。そんなことないか、いやそうでもないか、同じか同じかもしれん。ちょっと塗装が違うんかなね。あのやっぱ精悍に、より精悍になったなという感じですよ。あどうね、あこれはこれでなんか品があるね。やっぱ白が似合うよな。そっか、こうやって見るとここが塗装されてるんですね。なんかあの同色になってますね。ほら見て、ほらスポアピはこれちょっとグレーなんで分かりづらいんですけど、ここが黒なんですよね。まあツートンカラーになんか見えて、よりやっぱスタイリッシュというか走りそうだなという感じがします。でグランドジャーニーよね。グランドジャーニーはこれ無塗装、これがねなんか無塗装してないような感じに見えるんですよね。あの黒じゃなくてちょっとねブラウンがかってるんですよね。その辺うまいねデザインがうまい。この色もねなかなかですよ。なんかちょっとシャンパンゴールドというか、なんかあのちょっとアーミー色ではあるんですが、そこにねちょっとラグジュアリー感を足したという感じですよね。ではちょっとね内装を見ていきます。うわーこんな感じか、ちょっとお邪魔しますわ。はい、ではお邪魔しますと。おー見てこれかっこいいっす、お父さんかっこいいっすこれいいよ、これだってねファブリック素材がセンスがあるね。なんかねあの全部革じゃないんですよ。その辺ねちょっとあの通気性がいいなという感じはしますね。でこのブラウンのラインもなかなかおしゃれね。あーこの色いいかもしれん、センスを感じる。なんかこの辺はねカーボン調というかそんな感じのデザインですよね。いやーちょっとエンジンかけさせてもらいますわ。かけさせてくれんの。はい、どうこれちょっとねあの車の中にずっといたくなるという感じですよね。すごい落ち着く。家族で、あの、皆さんで、あの、旅行に行ったりとか、あの、キャンプとかね、そういうのにも、この、なんか、ラウンジをキャンプに持っていくみたいな、グランピングですよ、グランピング。ね。なんかね、あれなんですよ、このまま、お父さん運転して、
キャンプ行くけど、実はわしらグランピングなんだよ。もうね、荷物は、本当に手荷物だけで、もう向こうに行ったら全部キャンプセットが揃ってるよ、みたいなね。いや、ちょっと3列目、今から座ってみよう。やっぱ家族のみんなの気持ちにもなりたいよな。よいしょ、お邪魔します。あ、ドアの音の感じ。どうですか皆さん、高級感味わっていただけますか。あ、すごい、こんな感じ。シートヒート完備です。じゃじゃーん、出ました、非常機。ありがとうございます。ちゃんと、あ、すごいね。ね、充電するやつついてますよ、USB の。で、そうそうそう、さらにリア席あったんよ。ね、1、2、3、4、5、6、7人掛け。そっか、おじいちゃんおばあちゃんも連れていけるぞ、これだったら。ねえ、リア席、ちょっと座ってみるか？はい、ちなみに、真ん中の席、こんな感じです。十分、真ん中が、やっぱ広いわ。ちょっとリア行ってみるけど。どうやって行くの？こいつか。お、どう？あ、まあ私ね、ちょっと身長が183センチありますので、ちょっと座高が高いんで、まあその辺はちょっとお許しようっていう感じなんですけど、私でも十分座れます。ちょっとね、今、これ前にしてますけど、この状態でも、さすがにこうなるとっていう感じなんですが、いや、どうですか？これ、まあ、でも、中学生ぐらいの女子でしたらいけるかな。さっき座ってたね、この3列目シート、実はね、安全性がかなり高くなってるということなんですよね。追突事故の 99% は、時速 80km 以下で発生しているということなんですよね。例えば高速道路で渋滞している時に後ろから 80km で追突されたという時にですね、CX8 は、このストレートフレーム構造というもので乗車空間をしっかり守ってくれるということなんですよね。オフセット追突試験でも3列目のシートは変形が少なく生存空間を確保しているということなんですよね。ちょっとね、詳しく聞いてみたんで、その様子をどうぞ。あ、どうも。お願いいたします。どうも。赤色で示しているクラッシャブルゾーンというのを積極的に潰して衝突の運動エネルギーを吸収する。このクラッシャブルゾーンできっちりと潰してあげることで守りたいセーフティーゾーンをしっかりと守る。これが基本的な考え方になります。このバンパービームと呼ばれる、この部品、拡大したものはこの右上のものになりますが、こちらが1800メガパスカルのホットスタンド材でできており、通常の鉄の約6倍の強度を持った部品になります。なので衝突側である左側だけでなく非衝突側の右側にも荷重をうまく分散させることが可能です。採用している十字断面構造によって、すごいドームみたいね十字断面構造ですね。ドームみたいな十字断面構造によって高い荷重で効率的にエネルギー吸収ができるフレームを採用しています。そしてそれらのフレームを右側になりますが、まっすぐストレートに通してあげることで効率的に軸に荷重を受け止めつつ、フレームが持ち上がろうとするところを C ピラーの二股構造で上からしっかりと支えてあげるという。 C ピラーも利用してるんですね。はい。で上から支えつつ衝撃を車両全体に分散させているという考え方になります。はいはい、ちょうどあそこに人が乗りますもんね、3列目のね。紫色のところがシートフレーム、3列目のシートフレーム。ああ、そうか、あの位置になるんですね。はい、で後ろからドーンとね衝突しても中が守られるということなんですね。なんかね、この辺がこう潰れるみたいです。こう潰れてこう着座してますよね。そこは守られるという感じらしいんですよね。いや、よくできてるわ。ウインカーをつけましたのでご覧くださいませ。あ、やっぱかっこいいよね、このデザイン。好き。リアはこんな感じです。あ、リア良くなったわ。リア良くなった。よし、ちょっとスポアピも中見てみるね。あー、すごい。というかね、ちょっとこうシックなワインレッド、イタリアとかなんかそういったね、フランス車とかそういうイメージもありますよね。お、ちょっとこちらもお邪魔しまーすね。やっぱシートがだいぶ違うっていうね、内装がやっぱ黒く締められてるなーっていう感じですよ。いや、やっぱスポアピもいいですよね。これは悩むわ。ちなみにね、こちら461万100円ですね、消費税込みです。マシングレープレミアムメタリックですね。やっぱね、スポーツアペランスはこの辺が黒の塗装がほらね、いいよね。なんかツートンカラーになってるんで、やっぱ締まって見えるなという感じはします。でこちらエクスクルーシブモード、言えた
言えた。こちらは487万7000円ですね。で、色はロジウムホワイトプレミアムメタリックということですね。いや、気品あふれるわ。あー、なるほど、こんな感じね。ここが違うね。なんかモコモコしてる。ちょっと助手席座ってみよう。なんかね、そうなんですよ。さっきからちょっと思ってたんですけど、このお尻のところ、骨盤がね、ちょっとこう、この部分がほら、今ここにね、割れ目があります。結構こう骨盤が立つ松田車って、当たり前のことをするんですよね。当たり前のことができてない車って結構多くて、ほら、まっすぐ、座れたりとか、このアクセルのね、このオルガン式のアクセルの位置が、ちゃんと踏める位置にあるとか、要はね、足がまっすぐ、体がまっすぐ運転する、姿勢にできるということなんですよね。で、さらに、このシートが骨盤を正常な位置に持っていくというね、もう本当にね、人間工学に基づいたこのシートですよ。いや、やっぱ、今ちょっと座って、あれ、なんかちょっと違うなと思ってたのはそれなんですよね。いや、今日はね、この3台、見比べてみましたが、特別使用車のグランドジャーニー、やっぱこれかな。やっぱこれから、地方に、結構遊びに行く人多いですよね。まあそういったところで、やっぱお土産とか、地方の美味しい食べ物を食べますよね。そういった時に、ああ、やっぱり日本っていいんだな、というね、感じしますよね。今ね、やっぱ円安で、海外に旅行行くのがなかなか難しくなってるということでね、やっぱ国内旅行なんですよね。日本の中で回していこうぜと。やっぱね、日本の観光スポット、いっぱいありますんで、いろんなね、美味しい食べ物とか、地方の綺麗な景観、そういうものが日本にはあるということでね、日本を再発見してほしいですよね。やっぱこれだったら家族の皆さん、なかなかね、喜んでいただけると思います。やっぱね、この内装がね、もう一回ちょっと最後に見とくけど、ね、ほら、この感じよ。やっぱね、カーバリンもいいんですけど、やっぱこういうね、ファブリック素材すごいね、好きなんですよ。なんか、家の中っていう感じもするし、なんかラウンジ感もあるし、で、しっかりね、最高列も守っていただけるということです。はい、というわけで、マツダ CX-8、グランドジャーニーとスポハピと、エクシブルクです。私ね、マツダの動画も出しております。この機会にね、チャンネル登録して、クリックしてくださいね。チャンネル登録押してくださいね。そして面白いと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで、改良モデルのマツダ CX-8 でした。じゃあね、おーい。